堀内恒夫、堀内恒夫、堀内恒夫、お、1948年1月16日隊は、山梨県甲府市出身の元プロ野球選手、投手、監督、政治家、自由民主党所属の前参議院、議員、一騎。読売ジャイアンツの V 級時代のエースとして活躍、山梨県甲府市出身、養産業、金と工場経営者の家に生まれる、 小学生時代に右手人差し指をうどん製作機に挟まれ、1センチメートルほど切断する大怪我を負っている。しかし、そのことで手の形が変わったことが、独特の大きなドロップカーブを生み出すことになった。甲府市立南みのみ中学校1年生の時、部活はサッカー部に入っていた。下働きがないのが魅力というのが理由だった。 その後野球部長の熱心な誘いもあって、2年生で野球部2点部、この時はしぶしぶだったという。甲府市立甲府商業高等学校では1年生次から中堅守、控え投手として活躍。夏の甲子園県予選決勝では3年生 AS、大石勝彦をリリーフして木山校を下す。しかし第4五回記念大会は出場校が多く、会場に 阪急西宮球場と甲子園を併用し、甲府省は西宮組に入ったために甲子園に行くことはなかった。これは巨人の星でもエピソードに使われている。大会では竹尾高宮崎省を下し、山梨県制発の3回戦に進出するが優勝した明星に0から11で完敗。堀内はリリーフで2試合に登板している。二年上のチームメートに、 天宮都市年に奥主がいた。夏は、エースとして、西関東大会決勝に進出するが、熊谷商工に0から1で赤敗。同年秋期関東大会でも決勝に進むが、東農大二校のカシーでサブローラに抑えられ完封、負け、春の選抜出場を一する。夏も西関東大会準決勝で、熊谷商工に敗れ、甲子園出場はならなかった。 1965年の第1回ドラフト会議で1位指名を受け、読売ジャイアンツに入団。1年目のキャンプ終盤、高橋十三に代わり1軍昇格し5月に一度に軍に落ちたもののすぐ復帰しそのまま1軍に定着。プロ初登板、初先発の投球練習時は1球目をわざとバックネットに投げて緊張をほぐしたという。 5月30日の対太陽戦から6月22日の対三景戦にかけて44回連続無失点を記録するなどセリーグ記録、新人記録でもあるとなる開幕13連勝を含む16勝を記録。1年目は速球とカーブに優れ沢村二世のニックネームがついた。また最優秀防御率、最高勝率、沢村賞。 新人王のタイトルを獲得し、チームの優勝に貢献した。1966年、入団時の背番号は21だったが、からは18になった。しかし、同年1月のチームの自主トレ中に腰を痛めて、重傷の追患板ヘルニアを患ってしまう。この時は1軍と2軍の往復を繰り返し、ようやく7月末に復帰する。その後、急速に調子を取り戻し、 10月10日にノーヒットノーランを記録し、67年のシーズンには計12勝を挙げた。けれども腰痛は現役を辞めるまで持病となり、堀内を悩ませることとなった。1972年、シーズン開始から好調で初の開幕投手を務める。6月9日、江夏豊との互いに通算99勝対決を制し、100勝を達成する。 本シーズンの巨人は、ON、O さだはると、長島修行を含めた、打線陣が3割打不在になるなどの不調で、堀内以外の投手が勝てなくなっていたが、堀内が48登板34先発26、関東、特に、阪神戦では、マイカード3戦中1先発1リリーフと奮闘し、巨人のリーグ優勝、日本一に貢献。MVP、シリーズ MVP、 最多勝沢村賞に輝いた。27歳で150勝を達成するなどまで13年連続2桁勝利を挙げ、V 級時代のエースとして活躍。通算12回のリーグ優勝、9度の日本一に貢献した。226勝を挙げ、セリーグ MVP に選出されている。この年の堀内を最後に、セリーグでシーズン25勝以上した投手はいない。 V 級を含め、巨人はからまで、セリーグ MVP を独占したが、この間前期の王と、長島以外で受賞したのは堀内が唯一である。に引退した、大沢春は、ファン感謝ーの紅白戦で堀内を投手として、最終打席に立っている。しかし、堀内は二級のドロップに、渾身のストレートを投げ王を空振り三振に、仕留めている。その後、 王が入団時のポジションである投手に打席に堀内が立って再び勝負をしたが堀内は王の初球を引っ張り本塁だとした。バリング最多の18敗を騎士チームも再開に終わった。4月9日の対中日戦で球団通算3000勝目の勝利投手となる。1980年6月2日の対ヤクルト戦で通算200勝を達成。 巨人一筋で200勝を挙げたのは、中尾博士氏と堀内のみ。しかし、二、藤田元次が監督に就任すると、江川拓、西本清志、佐田岡正治の対等により登板が急激に減り、日本シリーズでは登板機会がなく、二、投手コーチ兼任となる。現役引退を発表。引退試合、10月22日の対対応戦では、 巨人3点リードの8回表から登板。8回裏に回ってきた現役最終打席で本塁打を放っている。投手としてはニーニングを抑えてセーブを記録。引退試合での現役最終打席は堀さんまで打順を回そうと、や主人が打ちまくったことにより実現した。引退試合後の1983年の日本シリーズは出場しなかった。 現役最後の本塁打を打たれた打者は、広島東洋カープの山本浩二。堀内は引退後に、僕は山本浩二さんに引導を渡されたんですよ。最後に、山本浩二さんに打たれたホームランで僕は自分の力を感じて引退したと語っている。現役を引退した、翌年のからオー・サダハル監督の下で巨人の一軍、投資コーチ専任、からまで、 日本テレビ RF ラジオ日本のプロ野球解説者やスポーツ放置野球評論家。からまでは、長島茂雄監督の下で巨人の一軍投資コーチ、一軍ヘッドコーチを歴任した。からまで、日本テレビ野球解説者、スポーツ放置野球評論家に復帰。また、読売新聞スポーツアドバイザーとして、野球教室のイベント等にも携わっていた。3月29日に、 東京ドームで開催された日本初のメジャーリーグ公式戦ニューヨークメッツ大使カゴカブスでこの試合を観戦に来た交代子なる人親の夫妻の横に座り野球解説を行ったオフ原辰則が突然辞任した後継として巨人監督に就任する就任会見では聖天の霹靂。この時期に全く予想していなかったし 大変なことになったなと、と複雑な心境をとろした。一方で、投手を中心とした守りの野球、藤田元次さんのようなチーム作りを目指すと早くも、抱負を述べるなど意欲を見せた。監督時代の背番号は88で、これは、甲府省時代の恩師、菅沼や曽八郎にちなんでつけたもの。二リーグ制以降の投手出身の巨人監督は藤田に、続き二人目。 コーチ陣は、ヘッドコーチに、須藤豊、投手コーチに、池谷康二郎、外野守備総類コーチに、広田澄夫、二軍から阿波野秀幸、投手、淡口健二、打撃、上田和明、内野、高田誠、バッテリーが、昇格、二軍監督は、高橋十三、全二軍投手コーチが就任。堀内は、人間的に信頼でき、技術があり、動けるコーチを選んだ。 ようやく堀内丸がスタートできると語った。この時、レジー・スミスに、コーチ要請する予定もあったが、夫人が体調を崩していたので断念している。大阪近鉄バファーローズからタフィローズ、福岡大ーホークスから国母祐気とパリーグ本類が、大経験者が2選手同時に加入。怪我のため前年出場ゼロの国母は41、本類が96打点と復活。 ローズも45本塁打、99打点とも打を発揮し、本塁打王とベストナインを獲得。1番から西俊久、清水隆行、ローズ、高橋義信、国母、ペタジーニ、安倍晋之介、二岡智博と続く、史上最強打線はプロ野球記録のチーム259本塁打を記録した。しかし、投手陣の不調を補って前半戦こそ、 開幕3連敗を記録しても優勝を争ったが6月の中日戦で同一カード3連敗を喫し、首位を奪われ失速。優勝した中日に8ゲーム差を離されて3位に終わる。開幕に向けて、今年はうちと中日の一騎打ちになるだろうと語った。前年度の反省から、守りの野球をフロントに要請し、中堅守として、ゲーブキャプラー、抑え投手として、 メジャーリーグで活躍したダンミセリを補強した。また、ペタジーニと清原和弘を構想外とし、清水を一塁手にコンバートするという構想だったが、これに対し契約を一年残した清原が、球団二次起訴堀内自身も、球団フロントの意を組み、一転して4番一塁清原で開幕を迎えることとなる。しかし2年連続して、開幕3連敗を記録。 補強の目玉だったはずのミセリとキャプラーが第53で、ミセリは4試合の登板で0勝2敗0セーブ、防御率23.63と、抑えの役割を果たせないまま、開幕から1ヶ月足らずで解雇。またキャプラーは4月24日の中日戦、名古屋ドームでは、岩田博一の短打で一塁走者、荒木正宏の生還を許すなど、持ち前の守備力を発揮できなかった。 この両選手は二軍に落とせない契約を交わしていた。その後、中堅手のローズに対し、コーチの広田澄夫が、看板と失責したことで、ローズの怒りが、爆発首脳人批判。また、清原は夏場に、打撃不振に加え持病の悪化から二軍を落ちし、そのため肩を故障した保守の安倍を一塁手に起用するなど、当初の構想から、大幅に外れる戦いを強いられた。 シーズン終盤は、高橋優、ローズ、清原などが離脱した反面、矢野健二、亀井義幸など生え抜きの若手選手が活躍を見せる、巧妙もあった。しかし、チーム防御率は2年連続で球団のワースト記録を更新した。チームは B クラスに低迷し、一部週刊誌は、堀内の采配を批判する記事が後を絶たなかった。終盤はやや盛り返して5位となり、 30年ぶりの最下位こそ免れたものの、球団シーズンワースト記録となる80敗を起死した。本局最終戦の試合後にライトスタンドを中心に、お前が悪いぞ法律。というコールが起こり、予定されていた試合後のセレモニーが中止される、前代未聞の事態となった。この年をもって、敗軍の将、兵を語らずの言葉を残し辞任した。在任中一度もリーグ優勝がなかった。 巨人監督、通算成績が負け越し、通算勝率5割未満の巨人監督は堀内が史上初となった。公認監督は前任者である原が再登板した。巨人監督辞任後、2005年11月25日の巨人農会に出席、対談会見から約1ヶ月半ぶりに公の場え姿を表し、選手に対しては今年の負けた、 悔しさと痛みをバネに、原監督の下で優勝をしていただきたいと激励の言葉を発した。選手との確執なども、頻繁にタブロイド等で報じられていたものの、辞任会見に際して、西田主力野主人が胴上げできなかったことの無念を口にしている。堀内やフロントに徴用され、当主人、野主人のリーダー的選手となった国防、翌年度 FA 権を行使して、ソフトバンクに復帰と、 工藤、門倉県の FA 人的保障として、横浜に遺跡が巨人でやり残したことはと質問を受けた時も同様のことを語っており、国母は堀内さん一人のせいにすることもできますけど、実際にプレーするのは僕らなんですと擁護している。工藤は2004年、通算200勝達成を目前にして、負けが続き、本人曰く、 何試合か足踏みして意識してしまった、チームも下降戦をたどっていたが、堀内は変えることなく工藤を先発で起用し続け、200勝を達成した。工藤は引退後、チームがあんな状況で若い子を試してもよかったのに、僕を使っていただいて本当に救われました。今でも感謝して、もし切れませんと語っている。2005年に2軍で投げていた、内海哲也の才能を見抜き、 先発ローテーションの一角として登板させている。結果は4勝9敗、防御率5点台だったものの、堀内が去った翌年は2桁勝利を挙げる活躍をせ、以後はチームのエースピッチャーへと成長した。内海自身も、今の自分があるのは勝てなくても、堀内さんが使ってくれたおかげですと述べている。清原に関しては、巨人からの戦力外発表後は、清原選手に、 さらなる活躍の道を開いてほしいということで、今回の発表に至ったと思います。故障を直して、体を万全にし、来年、勇姿を見せてくれることを願っています。巨人での9年間、本当にご苦労様でしたと、これまでのプレーをねぎらう発言をしたが、清原は、現役引退後も、堀内への辛辣な批判や揶揄を公式の場でも、公言しており、 堀内と清原との確執は深いものがあったとされる。から2016年まで日本テレビ野球解説者、スポーツ放置野球評論家に復帰、研究と趣味を兼ね、スケジュールの合間を塗ってメジャーリーグ観戦に熱心に足を運んでいる。2006年3月5日に東京ドームで行われた w b c 一次リーグの日本 VS 韓国戦を 交代指導肥料殿下が答え乱された際、巨人球団会長の渡辺恒をコミッショナーの根頃安土かと共に同席して解説を無駄。1月11日、野球伝道競技者表彰選考で野球伝道入りする。伝道入り表彰式は2008年8月1日のオールスターゲーム第2戦、横浜スタジアムの際に取り行われた。2009年9月からは、 読売新聞のテレビ CM に解説者役として出演している。2008年野球殿堂入り、2010年4月22日に、7月の第22回参議院、議員通常選挙に自由民主党からの出馬を表明した。7月11日の投開票の結果、比例代表で10万1840票を獲得し、党内で13位につけたが、 自民党として12名し当選しなかったため時点で落選した。外国人人政権や選択的夫婦別姓制度に反対していた。2013年7月31日に中村博彦が死去したため繰り上げ当選の資格が生じた。これを受けて堀内は前向きに検討しているとコメントし、8月6日に中央選挙管理会告示により繰り上げ当選が、 決定、政治家となった。2016年、平成28年7月10日の第24回参議院、議員通常選挙で、参議院比例区から自由民主党公認で立候補し、84,597票を獲得したが落選した、党内22位、19議席。救出は軽いが切れが良く、遠くから弓なりに伸びる、直球。 一度浮き上がってから突然急ブレーキがかかったように曲がり落ちる大きなカーブ、ロサンゼルスドジャースのベロビーチキャンプに課した際、ビルシンガーから教えを受けたチェンジアップを武器とした。コントロールは危なかったが逆急にはならず、ピンチに強かった。体重が理想的に配分された体で、筋性の取れた体格であった。新人の開幕練習記録を更新中の時に、 週刊朝日編集部がホームプレート上に光電式の速度計測装置を使用して測定した結果時速 155km を記録した。初登板以来自分が投げた結果をスコアラーの資料のもと打者ごとに細かく分析しノートにつけていた。先発前夜になると眠れなくなるほど真剣にピッチングの組み立てを行った。 また試合前やキャンプのミーティングでも居眠りしているようできちんと全部ノートに書いていた。入団当時は投げ終わった後に帽子が横っちょにぶれるぐらいのダイナミックな投球フォームが特徴的であった。しかし実は少し大きめの帽子をかぶりダイナミックさを演出していた。肩が強く玉川グランドの左中間フェンスにぴったり体を貼り付けたまま。 ワンステップしただけで一塁ベンチの上を越すボールを投げることができた。打撃もうまく、投手では通算で21本塁打を記録。特に1967年10月10日の対、広島戦、後楽園球場では、ノーヒットノーランを達成し、さらに自ら3打席連続本塁打を放っている。投手による3打席連続本塁打は、史上唯一。 これに関して本人は、現役引退後、ん打席目にホームランを打てず、中前安打がっかりして、ベンチに戻った際に、自分でも打撃に熱中していたことから、他の選手に言われるまでノーヒットノーランに気づいていなかった。ん打席連続本塁打の代わりに、ノーヒットノーランでいいや、ああ、しょうがねえ、じゃあノーヒットノーランでもやるかと思ったと語っている。 1973年の日本シリーズ第3戦では、日本塁打を放っているが、日本シリーズで当初の一試合複数本塁打も、史上唯一。この日本塁打などの活躍で1972年、1973年と2年連続で、日本シリーズ MVP を受賞。1983年の引退当番でも、当時対応の金沢アジ投手から、ホームランを放っている。 守備でも素晴らしい反射神経、運動能力を見せ、ゴールデングラブ賞を創設年のから7年連続で受賞。非常にクイックがうまく、日本シリーズで対戦した福本豊をして、あんなクイックは初めて見。小さいクイックで色々なコースに速い球を投げてきて、癖を見抜けなかった。パリーグにあんなことができるピッチャーはいないと称された。高校3年時。 野球部のキャプテンになると、上級生が、理由にならない理由を見つけて、下級生を殴ることを禁止した。ふてぶてしく見える態度から、悪太郎また、甲斐の商店具と、あだなされ、実際に、鬼軍曹と恐れられていた当時、寮長の竹宮、俊明は、巨人歴第3悪の一人として、堀内の名も挙げている。寮生活では、門限破りの常習犯として知られていて、 武宮の目を逃れるため風呂場の窓から入る、寮から抜け出すために非常用のはしごを買っていた、帰宅を待ち構えていた王に殴られた、三金王の鉄拳伝説など、ただし、王に殴られたのは、堀内自身も認めているが、合宿所ではなく、遠征先での出来事だと言われており、実情は不明である。堀内自身は、自身が、成績優秀だったことへの先輩たちの嫉妬から、 代表で、王さんが殴ったんだろうと述べているが、このコメントについては、新聞記者側は、悪太郎らしい、ビッグマウスでい,いるだけだと解釈しているである。本人曰く、門限破りをするようになったのは入団してから3から4年目からで、あり、見つかったのは100回以上のうち3回程度だけという。しかし門限破りが発覚した際には、竹宮より、領内放送で呼び出しを喰らい、 それを受けて、竹宮の下に行くと、市内で六発程度叩かれながら懲戒され、しかも寮内放送の電源を竹宮が切り忘れてたた、懲戒中の様子が寮内で中継されていた状態となっていたことを若手時代の思い出として語っていた。一方で、当番前日は絶対にアルコールを口にしなかったと、隅三夫が後年振り返っている。若手の頃は、 和術を学んで、遠くに生かそうと新宿の寄席に毎日通った時期があった。東球に生かす努力をしたというが、具体的に触れていない。巨人は、レギュラーシーズンで、過去5度、相手チームの胴上げを、目の前で見る屈辱を起死したが、堀内はそのうちに、甲楽園球場で選手として、2、明治神宮野球場で、コーチとして、そして2005年には、 阪神甲子園球場で監督として、3回その時に、立ち会っている。以下、表彰までは、オフィシャルベースボールガイドの、各年度版による、戦中打数百七十四安打、百七十二二十一本塁打八十二打点、出展。堀内つねおの多治生論週刊ベースボール、各週連載、発売好み。いずれも解説者役として出演。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。